はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではスプラトゥーン2実況プレイやっていこうと思います。今回はですね、ヒーローモード久々にやってまいりました。まあ、クリアはしてあるんですけどね。まあ、何がしたいかといったら、まあ、大体予想はつくと思うんですけど、よいしょ、ダメダメ、ほい、今回ね、よいしょ、ヒーロー武器が、ほい、全部の武器にございまして、それの条件っていうのが、スキップしましょう。ちょっとね、スキップしますよ、全部。手っ取り早く行きたいので。その条件っていうのが、すべてのステージを、その欲しいヒーロー武器の、あ、ヒーロー武器でクリアするっていうものですね。で、前回の、前回って言ってもだいぶ前ですけど、その前回の、ラスボス戦の時にチラッと見せたんですけど、よいしょ、ほい、ほい、ボス以外は全部、よいしょ、ローラーはね、クリアしてあるんで、なんであとはボス戦だけローラーはやっていけば、ヒーローローラー手に入れられるわけです。なんで、今日はね、ヒーローモードのボス戦すべてやっていこうと思います。このヒーローローラー手に入れるために。散々ね、無印ローラーでやってきてね、周りはどんどんヒーローローラーとか取ってるのに、こんだけローラーローラー行って自分が未だに取っていないっていう。あ、待って、また見せて見せて見せて。あぶねえ。ほいっと。よいしょ。そろそろかな。カモン。オッケー。こっと。よいしょ。まあね、言うて、ほい。ボス戦は一回クリアしてるから、いけますでしょう。オッケー。もう全部スキップで、ひょいひょいひょいっといきますんで。よし、それでは次行きましょう。タコツボベーカリー。まずはエリア1のボス。いざ尋常にタコツボ侍ということで、エリア2のボスはこのタコツボ侍。よいしょよいしょ、ほいほい、オッケー。こいつはね、自分ローラーでベストタイム出してるんで、多分ね、結構早く終わらせられると思う。まあ久しぶりだけどね。飛ばしていきましょう。よいしょ、避けまして、ほい、あ、そっちか、ほい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 、オッケー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほい、オッケー。30秒でよくここまでで、1分切りたいな。ベストタイムが今のところ1分なんですよね。飛んでこい、飛んでこい。飛んでこないのか。待って。よいしょ。というやつね。届け。ほい、ほい、ほい、オッケー。どこ行った？ 1 分切りたい、1分切りたい。よい、あ、インクがない。あぶね、インクないって恥ずかしい。ということで1分切りましたね。ベストタイム更新でございます。おっと、え、1分3、あ、取るまでか。帰ってきたタコツボということで、っていうかさっきのエリア2のね、タコツボ侍が衝撃の終わり方でしたけど、まさかのタイムアタックベストタイム更新できないっていうね。まあ、それ置いといてタコツボックスやっていきましょう。こいつはね、1のね、ヒーローモードでもいたボスですね。しかも一番最初の。ただ、俺今回はね、こいつ苦戦する気がする。これを剥ぐのがね、めんどくさいんですよ。避けて、え、避けられてない、マジか。こっち向け、その顔剥がしたい、剥がしたい。よし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 。まだ倒れてこないか。オッケー、よし。そしたら登ろう。ただね、問題はね、この次なんですよ。ちょっとね、ローラーだとね、
すごいやりづらいんじゃないかなって思って、ちょっと危惧してるんですよね。はい、3枚。あとこれ走るのか。うわ、走るパターンあったっけ、あんま覚えてないや、もう。ヒーローモードやったのだいぶ前だから。これも持って、あ、言われて攻撃しとこう。これは飛ぶよね。よし。ただ、本当にあの顔の、ん？あ、パンクなんだこれ。これ、おっ、取った！よし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 。あ、取ったら、もうこいつ1枚になるのか。あ、走るパターンね、OK よ。ちょっと。で、高いな。ローブラーだからそう感じるのかな。よいしょ。ほい。ほい、OK。なかなか大変だった。はい、スキップ。さっさと次行きますよ。みなぎる唇、タコツモックス、1分39秒。次がラストですね。はい、厳正かけ流し、タコツボビバの。さっきも苦戦するって言ったんですが、こいつも多分相当やばいです。めちゃくちゃ苦戦します。てか聞く話によると、よいしょ。そう。チャージ以外がね、ここ、きついらしいんですよ。いや、実際きついな。あー、待ってね。あのね、チャージ、あ、これチャージ系のあれか。あ、これ使うのか。え、全然ダメじゃん。本当に難しい。届かないんですよね。待って、これ。マジで難しい。そう、チャージャーで、なんかギリギリっていうか、チャージャー前提のボスって感じだったから、ただでさえ、よいしょ。範囲の短い武器はきつい。こっち上行こう。あ、危ない危ない危ない。見えてない見えてない。どこ行った？あっち行かれると本当に無理なんだけど、どうすればいいんだろう。やっぱそこにジャンプ台使うしかないのかな。ほんで、いや、きついでしょ。ふっ！てか、よりによって横振りになっちゃうな。届かねえ。届かねえ。いや、ちょっとこれお時間かかりますが、ちょっと皆さんお付き合いください。待ってね。こう。いや、ダメだよね。ダメだよね。あ、ちょ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 、危ない危ない。ダメか。え、真ん中来た時しかじゃ攻撃できないのかな。真ん中のこのジャンプ台。危ない危ない。あ、違う、危ない。やっとだよ。はいはい。はあ、やばい、ごめんなさい、マイク取りました。ちょっと待ってくださいね。さあ、頭のね、タコツボ、ザコタコツボが4体に増えました。よいしょ。ほいほい。そっち行かれると本当に無理。危ない。あと向こうか。あ、でも待って、こっちは、あ、インクレールあるじゃん。え、いいね、インクレール。おいおい、あと1体届くか。いや、無理か。いや、待って待って、ちょ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 、着地狩りはダメです。着地狩りはあかん。よいしょ。ただ、そっか、インクレールあるなら、楽、あ、こっち、やらかしたー。しかも濡れないじゃん、ここ。よいしょ。え、おい。インクレールがあれば、いいな、楽。よし。おい。待って、降りたい。やばい。待って、おい。振りの速さがね、カーボンになってるから、強化したせいで。普通にローラーの感覚でできないんだよね。見て。よいしょ。プレッサーか。待て。よいしょ。ちょこまかと。せめて1体は。よいしょ。で、あっちか。シャワー来るかな？オッケー。シャワー避けます。で、あっちはインクレールがある方だね。よし。なるほど。
ジャンプしなくてもいけるかな。いや、ジャンプしとこう。ほい、オッケー、いけた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 。ラスト、オッケー。ということで、ラスボスを残しまして、各エリアのね、ボス戦、これで全部ローラーでクリアでございます。よいしょっか。よいしょ。はい、湯加減浴発見タコツボビバノン。3分41秒。ぴょこ。はい、ということで、唐突なね、久しぶりにヒーローモードでございました。なんで、言った通りね、それぞれのもうエリアは、ローラークリアしちゃって、今、各エリアのボス戦、すべてローラーでクリアしたんで、残すは、ラスボス、DJ オクタビオ、のみとなります。そこをね、次回、ローラーでクリアして、このヒーローローラー、手に入れていきましょう。ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回以降またお楽しみにお待ちください。お疲れ様でした。